こんにちは、木村隆弘です。今日は35の質問に答えていきます。はい、スクラムハーフやってます。よろしくお願いします。隆弘の隆は相撲取り隆の花の隆から取ってます。強く男らしく生きる、そういう男になるために隆弘になりました。ニックネームはキムタカと呼ばれてます。鶏胸肉です。鶏胸肉の皮です。サラダチキンです。プレミアムモルツ、プレミアムモルツです。明るくポジティブ元気、スーパーチャレンジャーポジティブです。張り切りすぎると周りが見えない、長渕剛が好きですです。意思あるところ道ありです。今までの人生自分で道を切り開いてきました。それが今に繋がっていると思ってます。僕福岡県北九州市なんですけど、スケサウンド、そして北九州三国スタジアム、素晴らしいスタジアムがあります。普通コシがあるからうまいとされるうどんなんですけど、北九州のスケサウンドはコシがなくて柔らかい、そこがもう本当美味しいです。ちなみに僕の好きな、鉄板メニューは柏ごぼ天、ごぼ天別皿です。足首を脱臼骨折をして試合中だったんですけど、逆方向を向いて、それ見た時はもう9ヶ月かかるって言われたのを7ヶ月で感じました。はい、子供の頃から、指関節が柔らかくて、それ子供の頃一番の自慢でした。こうポキッとならずにベタっていくっていう、これもテレビに放送されました。理科です。人生に必要ないと思ってやめました、勉強を。小学校6年生の頃です。告白をしてもらって初めてのキスをさせてもらいました。山田昭仁選手です。同じラグビースクール、サヨタニラグビースクールっていう同じスクール出身なんですけど、僕が小学校の頃から、グラウンドに来て、練習を教えてくれてました。なのでその時からもうずっと憧れ、はい、選手です。タケコプターやっぱ今自転車通勤なんですけど、やっぱ車があった方がいいなって思ってますはい、はい、小学校1年生ラグビーを始めた頃です。いや違います違います違いますなんかもっといろんな経験をしておきたかった、すればよかったかなとかってちょっと思いました。はい、須藤元気の家です。すごい家に住んでるって聞いて、まだ同期会僕呼ばれてないんですけど、同期会するならまっすぐ元気の家だっていう話を聞いて、言っていいですかねこれラグビー以外でもいいですか。声の大きさです。臀部です。お尻です。あと胸です。サントリー天然水、優しいです。入って左側にデスク仕事場みたいなものを作ってるんですけど、それちょっとお気に入りです、はい。買ってよかったというか、こいつがあったから、今僕はこう生きていけるというか、ロードバイクですかね。かっちょいいの買ったんですけど、あんま自転車興味ないというか、あんまり こだわりはないんですけど、タイヤの硬さ、そこにこだわってパンクするの嫌なんで、そしたらいいのがあったんで、はい。サントリーのホームページ見て、サントリーグッズ見たんですけど、サンゴリアスくんの人形がめっちゃ可愛くて、僕欲しいんですけど、どこで買えますかね。昔はテレテーテレテーでこう言ってたんですけど、今はもうワールドインユニオン。あまり緊張するタイプじゃないんですけど、ラグビーの試合よりもなんかラグビー以外の多い人数向けのなんかこう講演会とか話したりするときがなんかすごいラグビーと違った緊張がありました、はい。一言で言うならもうワクワクが止まんなかったっていうところです。はい、なんかワクワクのっていうのは僕の中でなんか周りが選ばない選択をするときだったりとか、あと直感でワクワクするとか、いろいろあるんですけど、そこはサントリーが一番
ワクワクしました。はい、ファフデフクラク、身長体重同じなんで目指してて超えたい人っていう感じですか。はい、候補の長友さんいらっしゃるんですけど、まあ、すごい面白くてイケメン でまだ結婚もされてないということなんですけど、あれだけイケメンだったら楽しいだろうなって思ってます。ありがとうございます。はい、一言じゃ答えれないんですけど、やっぱ一番はラグビーの文化、ノーサイドの精神だったり、あとは、まあ、罵倒しない、そして試合が終わればチームメイト仲間だっていう、そういう文化が一番魅力かなと思います。個人としてはやっぱレギュラーになってグラウンドに立って日本一になりたいです。でチームとしては、まあ、日本一になるために、今はもう27歳中堅なので、日本一になるために自分がチームにどういう風な貢献ができるか、グラウンド以外でも含めて後輩もできたんで、そこにいい影響と木村がいてよかったって思われるような選手になりたいなと思ってます。いつも本当たくさんの応援ありがとうございます。ここまで来れたのもファンの皆様のおかげです。そして意思があれば道はあったと証明することができました。しかし、ここがスタートラインだと思っているので、これからサントリーサンゴリアスで日本一になるんで、ぜひこれからも応援とそしてサポートをよろしくお願いします。サントリーサンゴリアスの木村萌衣お願いします。